おはようございます。シークエンスパパ友でございます。ですね、ラジオ体操のおじさん、ほら、おはようございます。あたら改めてもさっき来た時ご挨拶したんですけどね、体操のおじさんやってますよ。やっぱ朝早いんだな。そりゃそうだよね。6時半に来なかった、6時前に来なかったらさ、体操じゃないですよね。近く行っていいですか。全然僕の言うこと聞いてません。一心不乱に体操してます。おはようございます。いやー、すがすがしい朝ですね。山鳩が鳴いてます。聞こえますかね。いやー、どの角度から行ってもいいラジオ体操のおじさんいないの。ちょっと見えたかな。消えちゃった。完全に消えちゃった。一瞬見えました。果たして今の人は普通のおばさんなのでしょうか、それともお化けさんなのでしょうかっていうことは皆さんのご判断にお任せしますけどね。消えちゃったところを見るとね、こんなもんですよ。ラジオ体操のおじさんはどうでしょう。あれ、ということでですね、ハゲジジイ、マスクで今日はサングラスをしてないですね。朝のご挨拶を申し上げましょう。すいませんね、なんかね、しょぼくれた病院生活の顔ですけども、最後にご挨拶申し上げますからね。いやー、すがすがしい、いい天気だったらいいのにな。パー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 、このこと、あの人は、え、またどっか行っちゃってる。一瞬見えて、さあ、チラッと普通に歩いてて瞬間的にいなくなっちゃうっていうのはすごく怖いよね。今見えました？僕は見えたけど。あの人は普通の人でしたね。あー、でもね、まあそんな感じですよ。うん、これがね、いわゆるね、お化けさんということなんですよ。ということでね、昨日の抗がん剤の時の数値について皆様方にご報告いたしましょう。まあね、そんな大したことないだろう。あの、皆さんにはね、一応ちゃんとご報告しなくちゃいけないということですね。ですね、それではちょっと顔の方に移させていただきますよ。皆さん、おはようございます。シークエンスパパ友でございます。改めましておはようございます。お化けおじさんが、こっちか、こっちの方に移るかもしれないですね。お化けなめということでもってちょっと、お話をさせていただきます。ですね、昨日ね、おとといか、抗がん剤の点滴治療のために、入院をいたしました。そして、血液検査、レントゲン、それから CT、 そして心電図、血液検査をいたしました。その結果ですね、CT の結果がですね、まあまあちょっと腎臓の方にね、負担をしてて、左側の腎臓は相当参ってるというか、まあほとんど機能してないということで、ただね、右側の腎臓が相当頑張ってるということで、腎臓の数値そのものはよく平常値を保っておりました。がんの数値は、以前より5割増し、数値だいぶ上がってまいりましたけれども、ものすごい腰の痛み、まあ腎臓が参ってたんでね、左の腎臓から来てる痛みなんでしょうけど、そちらの方は抗がん剤の、影響なのかな、抗がん剤のおかげというのかな、だいぶ痛みも和らぎまして、強い、麻薬、系の痛み止めの一歩手前の薬でですね、なんとか、痛みを抑えることに成功しております。ということで、すこぼる元気でですね、昨日はですね、なんと YouTube のね、動画の編集をね、我が技術部のですね、テクニカル
ムーブというところのですね、社長さん、まあ、やっていただいております先生にですね、教わりまして、ちょっとチクチクとやっておりましたけどもね、まあ難しい、これはなんか難しい、非常に難しい、これから頑張っていきたいと思っております。それとですね、まあ新しいね、抗がん剤がね、この8月のね下旬かね、8月段階ね、認可されたらしいんですよ。そのおかげでですね、私のこうがんに対するね、抗がん剤というのがね、最後の砦であった、今回やってる抗がん剤がですね、もう一つ増えましたということでですね、先生の方もね、手持ちのカードが増えたということでですね、私の寿命も伸びたということで、まあ、以前はね30年になってたんですけどね、まあ、40年ぐらいになったんじゃないかなっていうふうに思ってね、頑張っていきたいと思っております。ということでですね、まあ今日はですね、昨日打った抗がん剤でですね、免疫抑制が起きまして白血球がもうほぼなくなってしまうということですね。白血球を増やすための注射をいたします。それ以外はすこぶる暇なので、もしかしたらですね、昼間あたりどこぞでですね、ショールームなんかをやってしまうかもしれないというぐらい元気いっぱいのクソジジイなんですけど、昨日何しろ一睡もしないでですね、いろんなことやってましたので、まあくたばっちゃうかもしれないな。まあということでね、シークエンスパパとの入院生活3日目のご報告でございます。まあまだ幽霊さんいるんでね、幽霊バイバイするといなくなっちゃうからね、まあ一応ちょっとやってみましょうかということで、皆さん幽霊バイバーイ。